次が最後ぐらいになるんじゃないかなって思ったんやけど、ヘリウムガス渡す人って、そう多分ね、おると思うね、言っとったけん。ヘリウムガスやで、誰しかもの、でっかいやつ、中でもあんなでかいヘリウムガスよう見らんよね。いやでも楽しかった、楽しかったって言っていいか分からんけど あーそっか、やっぱ来てくれたか、待ってたぜ実は。あーはいはいはい、ありがとうございます。はいはい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、何これ大丈夫、これ指紋でベッタベタやけど、メガネの表指紋でベッタベタやけど、つけていいのこれ。ちょっとつけますね。今ね、僕の目の前がピンク色に、ね、なって、今日だけ主役っていうタスキを今かけてます。いや楽しみですね、誰が来たんでしょうか一体あの今ごめんなさい、現場でしか分かんないことが起こってて、また今度説明しましょう。そう、今あのめちゃくちゃなんていうの、年越しの時につけてるタイプのさ、ハッピーニューイヤーメガネみたいな感じのやつをつけてます。そろそろいいですか、よさそうかな。 OKOKOK、 ではちょっと自己紹介していただいてもよろしいですか。まだ準備ができてなかったようですね、大変失礼いたしましたじゃあ一人目から言っていただきましょうか、どうぞ皆さん当ててみてください。海星誕生日おめでとうありがとう、おめでとう、ありがとう優勢ありがとうね優勢そう、そして北見優勢くんと、なんともう一人すごい早く、はいどうも榊ネスネス、よろしくお願いします。誕生日おめでとう。ネス貫通してるって、貫通してるね、どうも完全に貫通してる、おめでとうかい、やっぱ来てくれたか、ハッピーバースデー、なんかちょっと雰囲気感じてたんだ実はそろそろ、あこいつら多分来てくれるんやろうなみたいな、いや行くっしょそりゃ、誕生日だし、来ましたよ、いやいろいろ買ってきましたよ、うわ何くれんの、何くれんのとか言っちゃったずうずうしいなごめんねどれからいく、今まで来た方、皆さんはさ、まあ、あいつじゃ2000からじゃない、2000って何2000ってどれ、2000だよ、2000、俺たちインゴじゃん、2000、あ2000ね、2000からじゃあこちらこちらのプレゼントです、絶対取った金額やろ鬼滅の刃、俺さ鬼滅見とらんくてあんまり品津川さんやったっけ品津川さんのフィギュアもらいました、ありがとうございます、やっぱ品津川さん好きって言ってたから、いや好きよ、鬼滅の中では好きよ、名前読めるもんだってちゃんとさすがにちゃんと読めてる、すごい、さすがに品津川さんのフィギュア好きかなと思って、ただコード代も2000はやめろバレた誰が取ったんちなみに、えこれはいいのか、ちょっと、うん、いいんじゃないの、そうなんかどっちが取ったのこっち、2000ガチャみたいなのがあってそう俺らめっちゃそれやってみたくね俺らやったことないから、から外れたやん、いや外れじゃん、違う違う違う、やってみたくてスイッチとか当たったらあげようかなっていう、確定で当たりみたいな、なんあなるほどなるほど、絶対当たるやつみたいなのがあってそれでスイッチ狙い、そう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 、何出てもおもろいなと思って、いやそうね楽しいね、そう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 、ドラゴンボール出たら北見が取って、あそう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 、あなるほどなるほどなるほど、それ以外だったら、まあ、とりあえず全部あげよう、あなるほどなるほど、そうね外れではないよね、あそうそうそう、景品なんもんやってこれね、そうそうそう、ちなみにもっとちゃんと外れあった、あ本当に、品津川さんめちゃめちゃ当たるよ、当たりちなみに、そう、あよかったよかった、出たから、まあ、まずはそれをあげます、はいはい、どうもさどうもす、まだあんの、とこれあるかな、どれがいく、こいっちゃう、そんな複数あんの、いややっぱ質より量で攻めようかな、お、なるほど、これいっちゃうか、はいこれどうぞ、お、なんですかこれ、箸です彼箸家にないんで、いやそう前さ箸ないって言って困ってた、ウーバーした時に箸ないって言ってなかった、まだない、ある、そうね割り箸をそうでしょ
ずっと使ってます。そうしよう、家に箸ないの致命的だなと思う。致命的な、ちょおまけ的な感じで。すげえ、待って、しかもなんか、え、しかもなんかめっちゃ高そう。名前入れようと思ったけど、名前はね、間に合わなかった。そう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 、え、名前間に合わんかったから、ちゃんとした普通、めっちゃかっこいい。そう、貝っぽい色合いの、そう、めちゃくちゃかっこいい箸もらった。かっこいいでしょ、高そう。かっけえ、めちゃくちゃ。めちゃめちゃかっこいい。ちゃんとした箸。ありがとう。ちゃんとした箸です。名前入れたかったけど、ちゃんとしたブランド。え、そう、なんか、ね、箸専門店的な感じ。ね、ありがとう。買ってきました。いや、箸ぐらい持っとけよ。てか、嬉しい。ないのやばいな。いや、いやもう箸、もう一人暮らし長かったらね、うん、箸。いいやってなるよ、洗うのがめんどくさくなるから。もう割り箸でね、そうそう、もういっかってなっちゃって。あ、そっち行っちゃ、行こう、行きましょう。まだそっちから行こう、それから行こう。じゃあ続きまして、じゃあちょっとネス渡してやって。いや、行きますか。はい、どうぞ。ありがとうございます。これ何ですか。見てください。ヨギ棒。ヨギ棒でございます。ヨギ棒の何これ。開けろって。いいの。開けていいよ。ちょっと開けますね、ちょっと。めでてえかな。そう。硬っ。それは。じゃ放送がしっかりしてるってことで、優しい店員さんで、店員さんがねめちゃくちゃいい人だったんですよ。そうマジで。え、何これ、なんかそれはおもちゃ。いや俺も持ってるそれ、色地。なんか本当に何で使うのか分かんないんだけど、なんか、まあ、イライラしたイライラした時に投げてくれる。そんな俺らの祝い事負の感情でやめて。それ本体です。これはめっちゃいい。それ、あ、そうそうそう、なんか首とかに挟んだりして、あと腰にも置ける。あ、そうそうそう、今ちょうど腰だからめっちゃいいやん。そう、首も腰にも全部使える、あと肘置きにも使える、全部に使える。こういうこと。そう、そう、ケツにもいけるか、ワンちゃん。多分何でもいけるって書いてあったよね。ちょっと、まあ、ハマってないけど、ちょっと今してるよ。今は反省ないけど。ヨギも使うちょっとあれかな。でも多分こういうことよね、首に置いて。寝る時とかなんかこうやって。え、嬉しい。最近さ、枕ちょうど買わなかなと思っとって。そうそう、枕にもできるし、マジでだから結構さ、やっぱ俺ら職業柄的にさ、そうね、そう、首とか痛くなること多いから。うわ、一番嬉しい。今んとこちょっとランキングナンバーワン。全部嬉しいよ。もちろん全部嬉しいんやけど、中でだからだ、今んとこちょっとベクトルが違う嬉しさ。いや、ちな、俺らもそのヨギボを見つけた時に、おこれだってな、これだってな。ここだ、散々さまよってた結果なったね。まだ残ってるんですね。誕生日の時のヨギボを買ってあげるね。確定ね、うん、確定で、ま、エクセルサイズのプレゼントするよ。さらにさらに一番ラスボスです、その上。え、じゃあ俺、なんかすごいの来た。これはめっちゃいいよ。不眠症のあなたへ、目の疲れを取る。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってますね。え、何これ。超高級アイマスクです。電子のやつな。あの、普通に一番高いやつ買ってきました。そう。めちゃくちゃ高そう。ちゃんと高いです。まあまあまあ値段、まあ、値段じゃない、値段じゃないもんな。性能、性能じゃねえから。気持ちハートよ。ハートよ。しかもなんかお前が好きそうな美人のやつだった。マジで。開けていい。普通にかっこいい。かっこいい。ちょっと待ってよ。ね、買ったをね一応用意してる。あ、そうなの。そう。あのね。と思ったけど、ちょっとなかったんで。なかった。これを。感想気になるよね。いや、ちょうどね、最近あの高級耳栓買ったばっかりで。あ、そうなの。あ、いいね。そう、これこれ。お前さ、耳栓って呼ぶなよ。あ、それな。ワイヤレスイヤホンのこと高級耳栓って呼んでます、僕。絶対言っちゃダメだよ。そう。開けれそう。開ける開ける。マジで QOD じゃなくて QOL。QOL あがるな。これもそれ一生 QOL はわかるんだけど、ね、なんかあの。デトロイトで Q… なんだっけ QT そう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 、 QT あれやってから俺もわけわかんなくなっちゃった、ね、これこっち、あ、なるほどね。 ちなみにさ、うん、QOL やったら、うん、なんか生活のなんか質を良くする、ね、うん、はいはいはい、QOD やったら安らかな死になるらしい。あ、そうなの。あ、大、あ、ずっと店員さんにさ、なんかカッコつけてさ、うん、いや、こういうのってやっぱ QOD 上がりますよねってカッコつけとったんやけど、マジで本当に恥ずかしくてそれ。それは恥ずい。二度と顔出せないもんな。もう二度と行けんかった、その店。よかった。ちょっと遠くにあって。いや、カッコつけてね、英語使うのがいいよ、店員さんって。いや、そうね。後悔する。やっぱ略語はダメ。よし、ちょ、一個剥がしたから一個剥がしてです。あ、俺が一個剥がす感じ。指痛い。いや、もうそれはね、ガッチガチに止まってるからね。そう。え、アイマスク？なんか電車アイマスクみたいな。電車アイマスク。そうそうそう。これよかったら、あの、よかったよ、どうして。俺らもワンチャン買うからって話です。オッケーオッケー。うわ。いや、まあです。楽しみ、2人の誕生日の楽しみになる。早開けるの。ネス、ネス、うめえ。え、いいんですか。あ、いや、自分で開けろ。自分で開けようか。結構、開けな、開けな。開けさせていただきますね。ビジュかっこいいよね。え、マジかっこいい。よいしょ。足がつきそうな、ビジュ。かっこいいよ、マジで。うめ、めっちゃ丁寧に入ってる。めっちゃ丁寧に入ってる。え、あ、もうね、触っただけでわかる。素材が好き。
めっちゃ好きめっちゃ好きかっこよくないぜ。めちゃくちゃ好きこれ。お前それロボみたいになるぜ、つけたらロボコップやんけ、完全にやばガチかっこいい。え、これってさ、前見え、さすがに前は見えんか。いや、見えない。だから寝るときにやっぱもうその、まあ、眠りにつかなくてもやっぱその目元周辺のやっぱ疲れだけは落とした方がいいよなっていう。なんかあったかくなったり、これマッサージ機能もあんのか。どういうの？あるっぽいよね、うん、なんかね一番良さげ伝わんないけどね。ちょっと待って、つけるわ。あ、いい、めっちゃいい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 よ。みんなに見せてあげて。これちょっとね、バーチャルではね反映できてないかもしれないですけども、めちゃめちゃえかっこいいです。これかっこいい、マジでかっこいい。いや、そうでしょ。ちょ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 なんでなんで俺なんか聞けた。人がつけたのみたい。俺はちょっとつけ、マジでかっこいいえ、ちょっと見える。しかもそう、ちょっと見えるんだ。ちょっと見えるんだ。バイザーみたいな感じ。バイザーだよ。すげえかっこいい。え、いいのこれ。いや、いい、いいですね。それでぜひ、あの、もう疲れを取ってもらって。じゃあこれ絶対使います。長生きしてな、マジでね、あのさ、メッセージ、うん、何やったん。俺普通のこと書いてくれないいや、まあ、ギリねいや、なんかさ、お前が何歳か知らないからさいや、そうよ、言ってないもんだってもしかしたら想像、見た目の若さ以上だった時にね、長生きしてほしいなと思って。でも70歳おめでとうって書いた方がいい。そうそうそうそっちにかけたんや。そう、まんちゃん780とかねまあまあ可能性もあるから、やっぱ長生きしてほしいじゃん。思う。自分の配信見返して思う時がある。わしって言い過ぎやなって思って。あ、そう、わしめっちゃいいよね。わし、あれ方言の。いや、そういうわけじゃない。あれはじいちゃんの影響やあ、じいちゃんやん。じゃあそう、私やっぱじいちゃんのな、鍵屋によく通ってたけど、はいはいはい、はい、まあ、映ったりすんのかもな。そうそう、じいちゃんばあちゃん子やったから映ってはいるんやけど、気をつけていこう。もう二度と長生きしてんとか言いません。まあそれは来年になってみて。またラーメン行こうなとかでよかったのにだからちょ、ごめん、見ても分かんねえわこれ何が起きんだろうやっぱ楽しみにしとくか。でもこれなんかいろいろ機能がついてるっぽいんで、うん、家帰ってね、疲れた時とか。こんなんかっこよくないわけがないから。いや、そう、いや黒もあったんだけど、絶対そのメタリック的なやつ好きかな。いやー、よく分かっとるそう、ね、素晴らしい。そうなんだよ。最終的にはネスが、あ、でもこっちの方が品数少なくなってる。言うだって、言うだって、こっちの方が絶対かっこいいよみたいな。言うだ、言うだ、それじゃんとか言って。言うだ、言うだ、やめとけそれ。言わんかったらかっこよかったのに。じゃあなんかケーキ食べてきて。ちょ、俺らもある。俺らもあるんです、これだね。ほら、食べてきて。めっちゃ可愛い。え、これ桃？めっちゃあるやん。人生で初めてさ、これ後でお前一緒に行こうな、うん、人生初めてさ、一応開けてきます。店員さんこう入るやん、すって入った瞬間、ノンストップでコカ・コーラ全部くださいっつってこうやってて。お前それロンやん、お前やってることロンやん、お前それ。ショーケース前止まらずに全部ちょうだいっつって。かっけえ。俺一応買ってきた。これはそれ何、それは食えるか。俺のおすすめの巨峰ゼリー、食えるんかそれ。あれでも用事ないから今あ、そっちよりも無理だ。巨峰ゼリーね。まずそっちの先で開けたいやん。じゃあ一回、はい、これメインの、これ今一緒に食えるよと、あの上の生チョコ、まあ、チョコ食える。チョコ好き、チョコ好き。まあ、よかったよかった。そう、家で、要冷蔵だから。苦手なものたくさんあるだろうから、あのチョコは好きって。ってあ、そう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 。え？プリンいける。あ、うん。いけなそうだ。いけなそうだね。大丈夫、あのいけないときはスタッフさんが。あ、わかった。あとごめん。最悪、最悪ミラーさんに食ってもらうか。あのね、違うのよ。あのプリンはね、プッチンプリンしか食えんのよ。あー、プッチンプリン買ってくればよかったか。バカしたいから。あのプッチンプリンのあれいいよね。なんかゼラチンかみたいな。そう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 。俺もめっちゃ好き。あれ。なんかまた特殊だよね。うん、そうそう、あれはあれで美味しい。あれにあれの。じゃあちょっといただこうか俺らも。いただきます。ちっちゃい頃から焼きプリンとか全然食えんくて。これいいよ、好きなの取って。だから、あ、本当に俺どれでもいいな。これなんだ。すげえ。多分君たちが最後だと思うんやけどさ、うん、全く閉まってなくて面白い。何を話し合うのって感じ。まあでもとりあえずね、とりあえずというか来てくれました。どっちする？じゃあ俺ユセとネスが。いや俺こっち取るわ。うれしい。ありがとう。うん、いやいや、こちらこそ。こちらこそ。もしかしてさ、うん、この間。あ、そう。あ、そう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 。この間のはそれが理由。そうよね。話していいよ。あのこの間ね、まあちょっとスタジオに僕ら3人集まる予定があって、その前にもちょっと予定があったんやけど、一回解散してん、バーンつって。で、僕が先にツイートって下に。でさ、2人が後から来た瞬間ね、僕の顔見た瞬間、全然勝てないよ。すぐどっか行ってん。ボーンつって、走って逃げて行って。で、え、飲んで飲んで飲んでみたいな。いつも一緒に、そうじゃなくても、飲んでつって。そう、なんか、入りの時間っていうかさ、ずらそうかなって思ったけど、なんか、うん、めちゃめちゃいるから、入り口に。目合っちゃってね。あれは焦って。家に帰るっていうのはじゃあ。あ、嘘嘘。いやだから見送って、いや
見送ったじゃん。ありがとう。見送ってはんあのどうしようか今からってね。うん。あなたやれ。そうそうそう。だからおーそれ前マジかよ。一回それちょっとさあの、うん、集まったじゃん。その前に集まった集まった。で、そうそうなんか一緒に買い物行かんみたいな。ワンチャン。そう。俺が誘ったやん。ちょっと遊びこの後時間あるやな遊び行こうよみたいな言ったやん。うん、そしたらさなんか最初ゆうせいが来たけんさゆうせいにさどうするみたいな言ったらいや俺ちょっと今日もうと帰るわみたいな一回帰らなあかんみたいなちょっとショートがうんぬんかんのか言い出してはって思ってんこいつそんなことせんするやつじゃないやろと思ってするだろ時と場合によってはでネスに関してはなんかいやもうちょっと帰るわ、ね、俺も帰るわ一回帰るわ帰るわけねえだろバカかと思いながらいやそうよだってさいやだって家までの距離知っとるけんさいやこっちのセリフよこいつら帰るにはバカやなと思っとってんずっとバカがこいつら帰るには行くかみたいななんで帰るねんみたいなマジでおもろいそういうことかうわ察し悪わしみんな知ってたよみんな口裏合わせてたよでもあの場にいたスタッフさんは後から聞いて、うん、後から知って後から合わせてくれてるああなるほどいやまあまあまあその時は信じたそうピュアですね海星ピュアですねじゃあいただけますケーキいやどうぞ食べください。あれチョコ食いないじゃん今いいの食べてそうだようんなんか生チョコっぽいね先輩たちとやったら喉通らんかったけど緊張して緊張しマジで緊張したこれ何マジでえ桃おいしい桃じゃないわからんけどかわいいマジでじゃあチョコいただきますねじゃあいただきますあの時そうやったんや、ま、全然察せれんかった、ね、めっちゃおいしいただ甘いだけじゃないなこれフルーティーねなんかね、でも結構ね、高めのいや、高そう、うん、絶対ミスれんかなと思ってそうやな、まあ、俺たちは相手はいいけど先輩方来てくださってる時にな下調べして、なんかここが一番美味しいって書いてあったけんうん、偉いわじゃあそうしよういい、ね、うわ、生チョコうまそう生チョコうまいよねうん、うまい、絶対うまいあ、俺も飲むもの持ってくればよかったあ、あるよ、コーヒー飲みな、なんかあ、いいよ、もうヘリウムガスあるからこれヘリウムガスを飲むな海がくれてるあ、マジでうん、飲みなじゃあちょっと甘チョコいただきますいただいたんでそう、先輩たちみんな優しくてねみんなね、結構見てたけど、うん、いろいろ来てくださってねあったけえな、めちゃめちゃ生チョコうまうまい、わかったいいよねうん超うめえめちゃくちゃうまいほんとよかったねうん大成功僕ね、カカオ成分が高い方が好きなんよ、うんうん、普段食うチョコとかさ、うん、あの70% 超えのチョコばっか食っとんやけど、うんうんうん、その僕の口にすごくフィットしてます口に合うってこと、うん、フィットって言ってかっこつけんなって英語やめろっておい失敗したんじゃないのかよこのチョコはあれね QOL が上がるね食べるとねよかった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  QOL が上がるよ桃のやつめっちゃうまいぞマジでやばい、うん、僕自分がさなんかフルーツのケーキ食えんけんさ、うん、かけあったよねほぼねいや俺らもかけたよだから最初プリンだけでいこうと思ったのうんうんあいつプリン食えないとかほざく可能性あるわと思ってそうちょっと博打だよねってなってそう最初チョコのケーキ買おうとしたけどなってねそうそうそうだからあの生チョコチョコは好きって言ってたじゃんうんうんうんそれでそれ見てそう、まあ、ケーキじゃなくても、うん、ようわかったねうんうんプッチンプリンしか食えんってなんか前言ってたかなってうっすらあってあそう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 あこの間飯行った時ねそうそう言ってた気がケーキがうんぬんかんのやつ、ね、そうそう気がしたなとは思ったんだけどチーズケーキはチーズケーキは超苦手ああよかったねえ俺もそんな気がしたの一切食べれん本当にそうでフルーツ系はダメって覚えてたからそうリクロー酒のふわふわからレアまで全部ダメやねんなチーズケーキあーチーズはチーズやんっていう偏見を持ってしまったけどねいやよかったうんさすがやなんかね貝苦手なもんがさちょっとあんま見ないものがその特殊そのあんま友達で見たことないからそうねおおよそ2人にはあの真似してほしくないレベルでもう変色家なんで、うん、ダメよどうやら今日知った情報やけど、うん、やっぱライバーさんライバーを続けていくと、うん、人間健康にきつくらしい最終目指す場所はそう自炊とかするんだってちなみに俺もちょっと今ねそこにたどり着いたかもしれんでも言っとくけどこの3人の中で一番食生活終わってるのはネスやからね断言しとくそれだけ終わってるからさちょっと最近ちょっとジム通おうかなと思ってあのちょっと、ま、結構ガチのあの冗談じゃなくて結構ガチのガチで今探してる、ね、近所にあればや近所にないといけんくないジムとかマジで、うん、いやもう行くよパチンコ狩り行くよパチンコをパチンコの話でいい いやいやいや何がいやそう買いに行った時さ、うんネスが結構もうその後さ、うん、まあ
あの日ね、そう急ぎでまあ最終号というか、うんうんうん、があったわけじゃん、うん、の時に使い終わって僕を見捨てた日ね、行くかってそう会を見捨てた日に、うん、の時にもうちょっとまあ急いで電車乗るかってタイミングですが、うん、ごめん来ため一回だけパチンコは見ていいと言い出して、何バルブレイブわかんない、えパチンコ別にやるとかじゃないのなんか見るだけとか言って本当に一周見て終わった。そうぐるって見て、この台はうんなんとかなんとか、これはなんとかなんとかとか言ってなんか、あの私の友達にもいます。いるんだやっぱそういう人。パチ屋に入るだけの人がいます。さすがに気を使って歌うらしいけど、見てあの音聞いて欲を抑えるんやって。うん、やっぱ俺はシンプルに今寝台入ってないからって見に行っただけだよ。うん、そうそう気になってたみたいで。だからまあその時にねまた今度時間だから会とかさ、いやそう、ね、やれる時にだから3人でちょっと行きたいねみたいな。うん、行きましょう行きましょう絶対に。そうゆっくり時間取ってね。そうとかね話しよったら、うん、時間ですね。59分30秒。やばい。出ます。おとなしく。何か宣伝があれば。宣伝。ない。明日は配信は？明日は彼が今カカラットというね、知るものをやっております。はい。で、佐賀ケネス君に関しては最近あのクマフェスですか？ビッグビッグランですか？そスプラトゥーンをねやっておりまして、たまに視聴者参加方もやってますんで、ぜひぜひ。あと共通でボイスじゃない？ボイスじゃん。あ、今2時3時にて、うん、ボイスが出てます。ぜひ皆さん雑ご購入お願いいたします。ジューングライドボイスですね。台本交換企画。僕ら台本交換してね。そう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 。ね、あそうね。先輩方も出してるからね。あと君のに染まるとピクサーあー、ね、やってますね。はい。ありがとうございます。なんか大沢さん。お願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。いやでもね楽しかったな。結局いつも通りみたいな雰囲気になっちゃって。いや申し訳ないけど。楽しかったです。またお話しましょうね。いや話すえこれ持って帰れる？いける？いける。これめっちゃ量あるけど。あいやいやいや全然。もうそのまま袋全部開けるんで。うん。どうせいる。んいいのもらって。あいいよ。これマジうまい。本当に？これ俺あのあガチで。あれか。一個一個プツプツしてるやつ。あそうなんか爪やしとかで刺して。へえ。パーンってやると食えるみたいな。やった。マジうまいよこれ。いただきます。うん。ありがとう。終わっちゃいました。じゃあちょっと俺たちはこの辺で。言われてるよ。何を？ガンプラ割って。ああ。ちなみにあのちょっとね申し訳ないとか一個あって。あそうなん。実はこんなに人が来てくれると思わなくて、うんうん、あの用意したガンプラがねあと1個しかありません。あいいよいいよじゃあネスに開けな。あ全然いや俺もいいよ。と思ったんやけど、うん、ワンチャン2人は来るかなというか、うん、北見優勢だけは決まっとってん、うん、ネスとかちょっと手先器用やから、うん、あのマスターグレードとかリアルグレードでもいけるかなと思ったんやけど、お優勢だけは作ったことがない。うんまあまあまあ初心者だけ。優勢だけはちょっと決まっとって、うん、あの、SD ガンダムのエクストラスタンダードってやつ、はいはいはい、トライバーニングガンダムってのがあって、かっこいい、こうかっこいい、物理的に炎が出るバーニングガンダムってのがあって、これ炎出んの？そうそうあのエフェクトがねあるんやけど、で結構ねこれがねまあ僕の中では割と、まあ、作りやすい、わかりやすい、変なんで武装とかがなくて、もうガンダムやけど格闘で戦うみたいな。あ、かっこいいじゃん。ガンダムなんですよ。いや、それ捨て頃なキャラですね。で、ネス君には代わりに後日あの僕から素敵なあ、てかあれでいいよ。俺の誕生日だいぶ先だけどその時に撮っといていいよ。マジで楽しみとこパーフェクトグレードを君に授けた。あーやば熱っ。ありがとう、はい、ありがとうございます。じゃネス君はパーフェクトグレードを。え、これなんかペンチみたいなのついてる。あ、それニッパー優しい。えらえらこれは作んなきゃね。ポイント高いな。いや、ありがとう。マジめっちゃ嬉しい。いえいえ、ぜひぜひ作ってください。ありがとうございます。ありがとう来てくれた。マジで。いや、めでたい。プレゼントありがとう。いやいやいや、こちらこそマジ改めて誕生日おめでとう。おめでとうございます。ありがとうございます。拍手ね。めでたい。私同期の中でね、みんなも拍手ね。3人で話したときにまた一つ年取るわっつってはあ、それ言われてもさ、何歳か知らないから別にピンとこないし笑えないし、ね、うんじゅうピーサイだね。そうピーサイなんで、ね、なっちゃって。あ、ハイタッチよ。ちょっとじゃあハイタッチ。はいはい、オッケー。で、なんでハイタッチかしてるかっていうと、へーちゃんとここにおるよーっていう。ういあ、ちょっとオフアピオフアピールね。ではではあれは急にありがとうございました。今日もありがとう、マジ楽しかった。また今度、うん、遊びましょう。遊ぼう遊ぼう。これからもよろしくな。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。いやー嬉しいね、嬉しいね